ウェイク工房姫路支店スピーカーけんちゃんです。アイワといえばウェイク工房さんなんですけれども、 YouTube プアエンドオーディオ界隈では最近宮人商店さん、津田さんが立て続けにアイワのスピーカーをご紹介されました。チーム宮人商店各支店の皆さんがアイワのスピーカーをご紹介される中、姫路支店のスピーカーけんちゃんはかなり焦っていました。そこで仕事が休みの日曜日、11月24日は朝早くからアイワのスピーカーを探しに、姫路から鳥取まで、愛車の K の箱番 MT 車、三菱ミニキャブバンで片道150キロを下道で爆走して、鳥取のハードオフまで行くことを決意しました。片道150キロ走破してようやくハードオフ鳥取店に到着しました。私スピーカーけんちゃん号頑張って走りました。なぜここまで来たかと言いますと、スピーカーの結構アイワのスピーカーとかの、ランクのそのあたりのスピーカーの在庫がたくさんあったように、以前来た時に覚えていたので、このお店まで走ってきました。早速オーディオのジャンクコーナーへ直行しています。前来た時の、感じのままですけれど、いつもはアンプばかり見てますけれど、今日は、お目当てがスピーカーなので、スピーカーですね。こんな感じで、こんな感じなんですけど、ちょっと今からゆっくり見たいとは思いますけど、なんかありそうな雰囲気があります。結構ここはスピーカーの在庫が、かなり多かった印象なので、これを今からじっくり探していきたいと思います。とりあえずどうでしょうか。こんなやつもありますけど、ちょっと一旦切ってじっくり品定めしていきたいと思います。ざっとスピーカーのジャンクの在庫を一通り見てみたら、今日はアイワのスピーカーを探しに来たので、とりあえず他のメーカーのやつも魅力的なやつがあったんですが、アイワだけちょっとかいつまんでご紹介すると、これが550円、それからこれが550円。ウェイク工房さんの情報では、プラスチック箱のやつはやめた方がいいよっていうことだったんで、これはとりあえずパスです。でこっちは、エンクロージャーは木の板を使ってるんで、買いかなと思いますけれど、ちょっとユニットが大きめのものがついているようです。そして、今日本命的に持って帰ろうかなと今思ってるのが、ちょっとのけといたんですけど、こちら、SXM500、
こちらです。これは今日持って帰ろうと思います。ウェイクさんの、動画されてたブルーネットになんか似てるのかなと思います。あと、こちらにアイワが、SXNS211 というやつと、あとちょっと古そうですけどこちら、型番も書いてないんですが、こんなやつもあります。330円。プラボディでペラペラなんでちょっとこれはやめとこうと思います。こっちの方は割としっかりしてるんですけど、ちょっとフロントの造形が複雑なんで、ちょっとやめとこうかなと思います。ユニットの取り外しとかちょっと難しいかもしれないなと思います。アイワはそんなところなんですけど、このお店やっぱりスピーカーは魅力的なやつがいっぱいありまして、例えばこれが、三洋の 3way のスピーカーなんですけど、かなりしっかりした感じの、3way のスピーカーが、880円になってます。古いソニーのスピーカー、これも、20センチぐらいのユニットがついてるようなんで、これなんか持って帰ってバラしたら面白いユニットが出てきそうな気はしますけど、今日はちょっとやめておきます。あとよくわからないやつですけど、この辺も見た目は渋いですね。あとテクニクスに、かなり大きいんでこれも持って帰りませんけど、フルレンジプラススーパーツイッターみたいな構成のユニットが透けて見えてるんですけど、これもなかなか1100円なんで心動きますけど今日はやめておきます。あとなかなか渋い、ビクター BRDF5 っていうやつで、ちょっと引かないとわからにくい、こんなスピーカーもあります。パイオニアの、パイオニアの、CS770 っていうやつ、セルラーホーン、4way のユニット、まあ、へこんでますけどかなり渋いスピーカーがあったりしてます。これなんかもうちょっと渋いですけど、どんな音がするスピーカーなんでしょうか。あとこれが、パナソニックの、SB-PMX70、ちっちゃいスピーカーですけど 3way 構成になっていて、黒い箱がなかなかモニターチックで、かっこいいんですけど、ちょっと心動かされますけど今日はアイワです。これなんかも、ナショナルの、セルラーホーンがついて、かなりちょっと弾けない、これ以上弾けないんですけど、かなり大型のスピーカーではありますけど、こんな面白いのがありまして、3520円。あと、これなんかはナショナルのカラオケ用スピーカーということで、ペアで1980円、20センチぐらいの
フルレンジユニットが入ってるような感じがしています。などなど面白いユニット、面白いスピーカーがたくさんあります。でも今日はこの辺にして、やっぱり、こちらの、IWA SXM500、 これを持って帰ろうと思います。550円です。ユニットウーファーはウェイクさんおすすめの、ポリプロピレンウーファーだと思われます。ツイッターは、コーン型のようです。センターキャップにメタルっぽい感じのセンターキャップがついてるようです。そして後ろはハイメンバスレフ、ヤマハ NSBP200 と同じ位置にバスレフポートがありまして、板厚も見た感じ 15mm 12から15の間ぐらいでありそうな感じのパーチクルボードの板が使ってあるようです。こんな感じで、SXM500 6オーブということになります。はい、ということで無事に、IWA の、ジャンクスピーカー550円でゲットしてきました。はい、1000円で450円お釣りももらってきました。鳥取まで来てよかったです。いいものが手に入りました。私は満足してそろそろ帰ろうかと思ったんですけれども、嫁さんの方がせっかくここまで来たんだからもう一個ぐらいなんか買うてこい、ラーメン食べるにはまだ早いからもう少し車の中で寝ると言い出したんで、そうと言って私はお店の中にもう一度戻っていきました。結局ウェイクさんに止められていたプラスチックの、すごい安い330円のこのIWAの、スピーカーですけど、これをついでに買って帰ることにしました。ユニットが約10センチぐらいのユニットがついてて、一応ツイーターもついてるんですけど、フルレンジで使えそうな、ちょっと中をよく見てみるとエッジがなんかギャザードエッジみたいになってて、渋い紙のコーン紙が見えるので、私好みのプアな10センチフルレンジユニットが入っていそうなので、ぶっ壊してユニットだけ取り出そうと思って、これもついでに持って帰ります。今日はIWAデーです。はい、ということで、IWAのスピーカーを探しに来まして、一つ、これは確実に持って帰ろうと思って買ったんですけど、ついでにこの330円のやつも持って帰ることにしました。箱は薄っぺらい、もうペラペラのプラスチックなんで、これは多分使わないんですけど、ユニットだけ取り出してみたいと思います。はい、330円です。今日はIWAを2種類ゲットすることができました。ハードオフの帰りに国道を走っていますと、国道9号線沿い、鳥取県岩美町、岩井温泉の近くで、どさんこラーメンのお店がありました。見た目レトロな、昭和レトロなお店です。まるで沖縄のような感じですけども、このお店でラーメンを食べて帰りたいと思います。はい、どさんこラーメンの、味噌ラーメンにバタートッピングで味噌バターラーメンを注文しました。なかなか美味しそうなラーメンだと思いますが、今から食べてみます。グラスにどさんこのロゴが入っていて、なんか懐かしい感じのラーメンです。ではいただきます。なかなか美味しそうですね。これちょっとムービー撮りながらなかなか難しいですけど、ちょっといただきます。
うまいです。うまいです。どうもごちそうさまでした。ウェイク工房姫路支店がお送りいたしました。それではまた。